ぱバットも割れやすいんでしょうね。なるほどね、芯外れると、うん、よく車の窓を、はい、緊急事態の時に、はい、あ割るのありますね、はい、割る時に、はい、金槌の鋭利な方向、あこれ危険球やな、頭に当たった、うわ退場や、あ大丈夫、ああ起き上がってますね、大丈夫ですね、東で意識はしっかりしてますね、あでも、まあ、無理して早く起きない方がいいということですね。ちょっとこれは緊急事態、わそのボールの話してるときにその縫い目とか変なとこ当たらなかったらいいですけどね。そうですよね、ヘルメットに見えましたけどね、うん、まあボールは飛んできましたから滑ったように当たってると思いますが、ちょっとこれは心配、これでもアンパイア今危険球宣告しましたよね、しましたね、まあ、あれストレート系のボールですもんね、一発退場じゃないですか、退場ですよね多分ね、吉島真理です、タイムの投球を危険球と判断し吉川投手を退場といたします。あこれはどちらにとってもちょっと痛い、まあ、東でちょっと立ち上がってますけど大丈夫かどうか、一瞬立ち上がりましたけど、あまた立ち上がりましたね、あ、まあ、ベンチ帰った方がいいですが、これはファイターズにとりましてもちょっと緊急事態です、やっぱコントロールが定まってない吉川投手がね、ちょっと今日抜けるボールがありましたもんね、まあそこまで抜けたことはなかったんですが、